今回お話しする楊貴妃が生きた時代は唐代の712年に即位した第9代玄宗皇帝の時代です。玄宗は685年に生まれました。日本は天武天皇の時代です。その2年前の683年に玄宗の祖父で第3代皇帝の高宗が亡くなり、その後高宗の七男の中宗を経て高宗の八男で玄宗の父の英宗が即位します。玄宗が生まれた685年はこの英宗の治世なのですが、ちょうどこの頃に高宗の皇后だった武則天による専横が始まりました。武則天は690年に帝位につき、唐に代わって武宗を建国します。705年、玄宗が20歳の時に武則天が亡くなり、その後中宗が再度即位して唐が復活するのですが、中宗の皇后の意思が武則天を真似して帝位を狙い、710年に中宗を毒殺してしまいます。李皇后は5歳に過ぎない中宗の子を自分の傀儡として即位させます。このように当時唐朝は大変混乱していたのですが、この状況を終わらせるのが若き玄宗でした。玄宗は慎重に計画を立てた上でクーデターを実行し、李皇后の一族を粛清して父の英宗を帝位につけました。玄宗は英宗の三男でしたが、この功績により皇太子に立てられました。712年、満27歳となった玄宗は父の英宗より譲位され皇帝となりました。そして関政改革を断行したり、税制改革を行ったり、学芸を奨励したりなどして国内の整備を行い、また富国強兵を図って北方異民族を討伐したりなど、対外的にも成果を出します。その結果、国は経済的にも文化的にも大いに繁栄し、平和も保たれました。後世、玄宗の治世の前半は戒厳の治と呼ばれ、唐の絶頂期と評価されるようになります。このように玄宗は唐朝の全盛期を作った間違いなく英主と呼んでいい人物なのですが、50歳になる頃には政治に飽きてしまったのか、政務は宰相に任せきりとなってしまいます。737年に玄宗の寵愛を受けていた武恵妃が亡くなると、玄宗は新たに美女を求めました。そこで見出されたのが玄宗のこの寿王の妃だった楊玉環、後の楊貴妃です。楊玉環がどのようにして寿王の妃となったか諸説あり、はっきりしたことはわからないのですが、美女を探すよう命じられた玄宗の腹心の光力士という宦官が740年の10月に首都長安の郊外の保養地華清宮で22歳の彼女を玄宗に目合わせました。玄宗は玉環を一目で気に入ってしまいます。とはいえ、息子の妻を自分の妻とすることは歴史ではいくつか例があるものの、さすがに世をはばかり寿王から引き離した彼女を一旦道教の寺院に入れて女同士とし、大臣と名乗らせます。そして745年、貴妃、つまり皇后の次の位に擲立し皇宮に入れました。この時玄宗は61歳、楊貴妃は27歳でした。楊貴妃と玄宗とのラブストーリーを唐代の中期の詩人白楽天によるあまりに有名な詩「長恨歌」に沿って見ていきましょう。ちなみに白楽天の楽天はあざなで、名は虚偽といい、中国では白虚偽と呼ばれる方が一般的です。白楽天は772年に生まれました。玄宗が没したのが756年で、白楽天の生きた時代はそれから大きく離れていません。無論詩なので数々の脚色はありますが、事実がかなり描かれていると考えていいでしょう。ではまず長恨歌全120句のうち、2人の出会いから楊貴妃が玄宗の寵愛を一身に受けるに至るまでを歌った第1句から第26句です。皇帝は女性を好み、絶世の美女を得たいと思っていました。
長年探し求めたものの、なかなか見つかりませんでした。陽家に大人になったばかりの娘がありました。家の奥で育てられたので、世の人は彼女をまだ知りませんでした。しかし生まれながらの美貌は、そのまま放っておかれるはずはなく、たちまち選び出されて、君主のそばにはべることとなりました。瞳をめぐらして微笑むと、なんともなまめかしく、高級の美女たちも、全く太刀打ちできませんでした。春のまだ寒い頃、火星宮の温泉に入ることを許されました。温泉のお湯が滑らかに白くて美しい肌を流れます。侍女が支えてもなよなよと弱々しい様でした。皇帝の寵愛を受けるようになるのはこの時からでした。豊かな黒髪で顔は花のように美しく黄金のかんざしをした楊貴妃は皇帝と蓮の花の模様の帳のある暖かい部屋で春の夜を過ごしました。二人は春の夜が短すぎると嘆き、日が高く昇ってから床から起き出しました。皇帝は朝の祭りごとをしなくなってしまいました。皇帝のお気に入りの楊貴妃は宴会の席にはべることで暇がなく、春は春の遊びのお供をし、夜は彼女だけが皇帝と床を共にしました。皇宮には美女が3000人もいましたが、3000人に注がれるべき寵愛は楊貴妃が独占しました。黄金の御殿で化粧を施し、なまめかしく夜の宴席にはべり、玉が散りばめられた高殿での宴会が終わる頃には酔って春に溶けるようでした。楊貴妃の姉妹や兄弟はみんな広大な領地をもらい、なんとも羨ましいことに家族は繁栄を極めました。ついには天下の父母たちは男を産みたがらず、産むなら女の子と思うようになったのです。ところが755年、幸せの絶頂にいた楊貴妃を奈落の底に突き落とす大事件が発生します。イラン系のソグド人の血を引く北方の辺境地域の節度市の安禄山による反乱です。節度市というのは地方の軍事長官のことで、安禄山は3つの節度市を兼任し、およそ15万人の兵力を有していました。安禄山は楊貴妃のまたいとこで、最小の楊国中との対立が深刻になったため、755年の11月に挙兵し、それからわずか1ヶ月で唐の副首都というべき洛陽を陥落させました。そして翌756年1月に燕国を建国し、皇帝に即位します。756年6月、安禄山の軍が唐軍を打ち破り、首都長安につながる重要な関所道関に迫ると、玄宗は楊国中の進言に従い、現在の四川省に避難することにし、長安を脱出して西に向かいました。ところがその途上の馬界という場所で護衛の兵が反乱を起こします。反乱兵たちは安禄山の挙兵を招いた元凶である楊国中を捕らえ処刑しました。さらに反乱兵たちは玄宗を惑わせた楊貴妃を殺害するよう玄宗に求めます。ではこの後世に安史の乱と呼ばれることになる騒乱について描いた長恨歌の第31句から第42句を見てみましょう。安禄山が本拠地の御用から陣太鼓を打ち鳴らし、地を揺るがしながら迫ってきます。聖域の踊りや音楽の楽しい日々が打ち破られました。宮廷に煙や粉塵が立ち上り、多数の車や騎馬兵が西南を目指して逃げていきます。カワセミの羽を飾った皇帝の旗はゆらゆらと進み、そして止まりました。そこは宮この門を出て西へ百より進んだ場所でした。ここで近衛兵が進まなくなり、どうしようもなくなります。湾曲した美しい眉の楊貴妃は皇帝の面前で殺されてしまいました。地面に落ちた花飾りのかんざしを拾い上げる人もいません。
カワセミの羽の首飾りも、黄金のクジャクの形のかんざしも地面に落ちたままです。皇帝は顔を覆うばかりでなすすべがなく、振り返っては血の混じるような悲痛の涙を流したのでした。楊貴妃が亡くなった後についても少し見ておきましょう。安禄山の大燕帝国は長安も占領し、失意の玄宗は退位して三男に帝位を譲りました。三男は北西の霊部で祝僧として即位します。翌757年1月、安禄山は息子の安慶書に殺害され、安慶書が大燕皇帝に即位しました。なお詩人の徒歩は霊部で即位した祝僧のもとに行こうとしていたところを援軍に捕らえられ、敵の占領下の長安に連れ戻されました。757年の春のことで、その時の長安の様子を歌ったのが国破れて山があり白春にして草木深しで始まる春望と題する有名な詩です。その後祝僧は西方のウイグルに援軍を求め、ウイグル軍の支援を受けて反撃に転じます。757年の9月に長安を奪還し、10月には洛陽も回復しました。760年援軍が洛陽を取り返し、一旦中原で唐と大燕が並び立つ形となります。762年4月玄宗が死去しました。そして同年10月、唐とウイグルの連合軍が洛陽を奪還します。汎用に逃げた大燕皇帝の死鳥義は763年1月に自ら命を絶ち、これにより9年にも及んだ安史の乱は終わりました。それでは楊貴妃の警告指数を見てみましょう。警告指数は中国の歴史を彩る美女たちの美しさを数値化したもので、警告形成度指数、寵愛指数、淑徳指数、推薦指数、逸字指数の5つの数字の合計で表されます。まず国家や都市をどの程度危機にさらしたかを示す警告形成度指数です。真の美女の魅力や魔力は国家の指導者をも惑わせ狂わせ、この女のためなら都市が一つ破壊されたって構わない、彼女と引き換えに国を失っても本望だと思わせるほどのものなのです。警告形成度指数の最小は0で、完全に一国を滅亡させてしまった場合に最高点の30が付与されます。楊貴妃は唐朝を滅亡の危機にさらしました。しかし唐は滅亡はせず、その後150年も存続することになります。実際に一国を潰してしまった美女たちと比べると見劣りすると言わざるを得ません。首都長安は大燕帝国に占領されてしまいましたが、唐という国は倒れなかったので、楊貴妃は形勢だけれども警告とは言えないということもできるでしょう。そこで楊貴妃の警告形成度指数は30点満点から10点差し引き20点としたいと思います。次にどの程度君主の寵愛を受け君主を続婚にし骨抜きにしたかを示す寵愛指数です。最小値は0、最大値は30です。3000人もの女性を知る皇帝は我々庶民が足元にも及ばない、いわば女性のプロであり、そんな皇帝をも続婚にし骨抜きにしてしまうのが絶世の美女なのです。長婚歌で美しく歌われているように楊貴妃は玄宗の寵愛を一身に受けました。玄宗は火が高くなるまで楊貴妃と同勤して政治をおろそかにしてしまいました。確かに玄宗は楊貴妃に続婚でした。しかし最後が良くありませんでした。馬鹿駅で反乱兵たちの要求に応じて楊貴妃の命を取ってしまったことです。政治的に正しい判断だったとしても楊貴妃の寵愛指数を下げる結果となってしまいました。
もしこの時玄宗が自ら剣を取って反乱兵と戦い討ち死にしたり、楊貴妃の前に立ち反乱兵に向かって火を殺すなら陳を先に殺せと叫んでいれば寵愛指数は満点となったでしょう。玄宗が楊貴妃を見殺しにしてしまった減点は小さくなく、寵愛指数は20点とします。次は性格の良し悪しを示す淑徳指数です。マイナス15からプラス15の範囲を取り、通常は0で、性格の良さが際立つ場合はプラス、悪女と呼ばれるような場合はマイナスとなります。公式な歴史書、当書などには楊貴妃の性格が特に良かったとも悪かったとも書かれていません。ただ彼女の親族が多数立身したという点についてはどう考えるべきでしょうか。高級で高位に上る娘を出した家には多大な恩恵があるのは当然のことでした。しかし外戚、つまり妻方の家の力が強くなりすぎ、政権を籠断するようになれば、その妻は公正、悪女と呼ばれることになります。長婚家に世間の親は男を産みたがらず、産むなら女と思うようになったと謳われているのを見ると、楊貴妃は少しやりすぎていたのかもしれず、もし彼女が長生きしていたら、悪女の仲間入りをしていたかもしれません。またいとこで、宰相にまで上り詰めた楊国忠が、安禄山と対立したことで、国が大きなダメージを受けたという点も無視できません。そこで楊貴妃の淑徳指数を5点マイナスすることにしたいと思います。推薦指数は、公式な歴史書のみならず、詩や小説などでいかに美しく描かれているか、いわば美女として推薦されているかを示し、最小は0、最高は10点です。楊貴妃の場合は、メジャーな詩人、白楽天によるスーパーメジャーな詩、長婚歌で歌われていることなどから、最高点の10点です。乙巳指数は、その他の突起されるべき事項を評価するもので、最小はマイナス15、最高はプラス15です。楊貴妃は、豊満な女性だったと言われています。長婚歌の第10句の楊貴妃の肌を温泉のお湯が流れ落ちるシーンで、楊貴妃の皮膚が、凝脂、つまり直訳すれば、固まった脂肪と表現されているため、楊貴妃は肥満気味だったというのが通説となっているようです。華奢な女性と豊満の女性、どちらがいいかは、時代や文化、個人の趣味によっても変わるので、一概には言えません。でも、時代を問わず、文化を問わず、どちらかといえば華奢な女性の方が好まれることが多いのは事実ですし、若干の、当ラボの、趣味も加えて、5点だけマイナスさせていただこうと思います。以上を合計すると、楊貴妃の警告指数は40となります。